新型コロナの感染拡大で日本の大手自動車会社全ての国内生産が止まります。スバルは群馬県にある工場の操業を今月11日から来月1日まで停止すると発表しました。生産停止が続くアメリカと合わせて全ての工場が止まり、7万台を超える生産に影響が出ます。新型コロナウイルスの広がりで部品の供給が滞っていることや、世界的に需要が減少する見込みのため、生産台数を調整します。これにより、日本の自動車大手8社すべてが国内生産を一時ストップする異例の事態となります。